はい、大学ラボのまさきです。ハンナです。今回のゲストは一橋大学の箕輪田さんです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあね、ちょっとここまで2本出てもらって、まあ、格付けチェックと言いはしたものの悪いとこなかったんで、ちょっとまあ直接的に一橋に対する不満をお聞きしたいなと思ってまして何個ありますか？不満3つあります。わかりました。じゃあまず一つ目お願いします。一つ目は授業なんですけど、うん、授業時間っていうので1コマ105分なんですよ。え、普通90ですもんね。そうなんですけど、うん、なんか 4,5 年ぐらいまでは90分だったらしいんですけど、うん、それがなんか変わって105分になり、めっちゃ長いじゃないですか。そうなんですよ、うん、すごい長くて、うん、特にそのオフラインの授業だと先生によって60分の人もいれば、うん、なんか120分とかそれ以上回してる人もいるので、長い。そうなんですよ、120とかあるんですね。そうですね、なんかもう105分っていうのをなんか忘れてるかのように動画が送られてくるので。ああ、なるほどなるほど。それちょっと不満ですね。なるほどですね。それなんかなんだろうな、120は長えな。それちゃんと内容ある120分なんですか？そうなんですよ。それこそ長い人こそ内容のある120分送ってくるので、うんうんうん、いわゆる早送りみたいな倍速みたいなのできないので、うん、あ、倍速できないんですね。あ、できるんですけど早すぎ て。そうですそうです。はいはいはい、できないので、うん、そこ不満ですね。なるほどですね。120分とかの単位だったらさすがにきついんですか、まあ、単位を取得するには。どうなんですかね。それはやっぱり120分濃い授業が送られてきてレポートを書けっていう感じで、うん、まあ、大体 そういう先生は、まあ、厳しくはないとは思うんですけど、単位はそんな落胆みたいな感じにはならないみたいな、はいはい、なるほどですね。まあ、120分はちょっとあれなんで、まあ、一橋行きたい人はちょっと確保してもらって105分でも結構きついんで。そうですね、僕90分でもしんどい。それこそ80分で終わる教授とか全然いたんで、そこは警戒してもらってで120分の人は改善してもらってって感じで。はい、じゃあ次2個目いってもらっていいですか？2個目はあの学生ですね。学生で特になんか小学部の人で、私もまあやっぱそれを思っちゃうところはあるんですけど、まあ、普段のものを買うときとか、うん、広告見るときとか、はい、楽しめないっていう、まあ、これ高校狙ってこのターゲット層でドゥイーとか言って喋り始めるので、うわーちょっと生きてるんだけどそこはちょっと、うん、まあ、私もあるんですけど、そういうところはあるとは思うんですけど、やっぱり多分他の学生よりは多いと思うので、ちょっとみんな純粋な心を持って楽しめてないんじゃないかなっていうところはありますね。まあ、確かになんか、しかもそれって男性がやりそうっすよね、そういう。そうです、ね。オタクっぽい話になるそういうのって。やっぱ引いちゃう、やられたら。いや、ICU も結構そういう人多くて。ええー、やだ。クリティカルシンキングを持ってるみたいなので結構多いので、はい、どういう会話するの？いや、クリティカルシンキングは、いや、まあ、メディアの批判であったりとかちょっとね、思想強そうだもんまあ、でも確かに早稲田もそれこそ神社とか行った時に歴史の話が出てくるの分かります？日本史でこの神社出てきたとか。あ、はいはい。だからなんかその神社になんか祀られてる人見て、この人こういう人だよねみたいな。ね、数学受験だから何も分かんないんですよ。あそう、まあ、そういうのも一つ私ありますね。世界史、日本史やっぱりいるので。そう、分かる。ただなんかやっぱ小学部だと本当に CM 見てこうこうこうだとか、うん、なんか最近流行ってるものを見て、そういうベンチャーのなんちゃらかんちゃらだとか言い始めるので、うん、やっぱちょっと就活チックなところはあるんじゃないですかね。それ疲れはしないですか？僕は疲れるんですよ、その話すると私もなんか今この時その話すると思って疲れる時はあります、うん、彼氏とかになれたら嫌なんでまあまあまあほどほどに、まあ、それちょっと嫌っすね、確かに、はい、ではちょっと3つ目。3つ目は、うん、あのキャンパスなんですけど、私はあの国立のキャンパスすごい落ち着いてて、アクセス悪いっていう人もいると思うんですけど、まあ、落ち着いていいなと思っていて、ただそのキャンパスが東と西で分かれてて、で自転車がある人はいいんですけど、やっぱ電車通学、まあ、実家から通ってる人も多いんで、はい、そういう人は歩きで移動なんですよね、うん、基本的に授業のその休み時間が、まあ、15分なんですけど15分ないので、うん、その短時間で移動するっていうのが本当にきつくて、うんうん、特に4限と5限の間は10分なんですよ。で東と西を行き来して、はいはい、3階から下って、あのエレベーターとかエスカレーターないので階段なので移動するっていうのはすごい大変でした。ああ、なるほど。立地良くないじゃんそれはじゃあオフラインの時の話だと思うんですけど、そうですね、それなんだろうな、
120分の講義やられる時とかあるんですか？オフラインは120分の授業ないんですけど、オンラインで120分あります。なるほど。じゃあさすがにその移動しなきゃいけない環境下でめっちゃ長い講義をされることはないけど。それはないです、ないです。まあでも移動がきついと。移動きつい。確かにそれ嫌っすね。まあ確かに15分か。それなんか苦労した経験とかあるんですか？やっぱ多かったですか？多かったですね。特に去年はその4限5限で連続で撮っててキャンパスの移動があったので、うん、もう毎回遅刻してて、まあ、先生もそれを考えて授業始めてたので、はいはいはい、優しい先生だったんでそこは良かったんですけど、うん、それがもし厳しい先生とかだったらもう本当に大変だったなと思います。あ、じゃあそこは結構一橋生はみんな文句言ってる部分にはなるんですか？文句言ってますね。あ、まあ、言いますよね。他は不満ないですか？もうそれ以外は一橋完璧って感じですか？完璧まではいかないと思うんですけど、うん、そうですね、なんか入学前は東大落ちがやっぱり一定数いるので、うん、そういうコンプレックス的な人はいるのかなと思ってたんですけど、はい、全然そんなこともなくて、うん、入試とかの方法だったり学部にあまり壁がないので、うん、そこ特に不満はないです ね。わかりました。まあ、とはいえなんか、まあ、一橋生の内部だからこそ見えてることもあると思うんで、なんかこういうキャンパスライフを描いてる人は一橋やめとけとかっていうのってあったりします？次第行った方がいいんじゃないですか？そこまでもあると思うんです。一橋受かってて、はい、でも総研も受かってて、はい、でも別に国公立とか普通に考えて一橋行くんで、はい、ってなるじゃないですか、はい、でもそれで後悔してる人とかいないですか？周り見た感じだとないんですよね。いないんだ。じゃあみんな楽しいよと。なんか満足してるんじゃないですかね。あ、まあ、さっき挙げた不安3つはあるんですけど、うん、まあ、そんなだって大した不満じゃないですもんね。自分たちが頑張るっていう、うん、ところなので、早稲田行きたかったなとか、まあ、慶応行きたかったなみたいな人も、うん、まあ、多分その内心ではあんまり思ってないと思います、うん、あ、なるほど。じゃあまあなんか結構他の大学の人に聞くとこういう人は行かない方がいいって普通に出るんですけど。あ、でも一個あるのはやっぱり、うん、あの東大の理系に行きたいっていう人はちょっと全然違うというか、まあ、研究ができる環境ではないので、うんうん、そういう人は後期で受けて受かっても研究できないからちょっと満足できないんじゃないかなっていうところはありますね。あ、なるほど。それ結構いるんですか、理系もともと志望してたけど後期で文系受けちゃうみたいな、はい、結構一橋の後期 の、 その経済学部はもうほとんどじゃないとは思うんですけど、東大 の、 その理系から受けてくる人って、うん、あ、なるほど、多いと思います。なるほど。じゃあまあそれで受かっても、まあ、理系行きたいんだったらちゃんともう一浪して理系行きましょうって感じ。そうですね。 OK です。ありがとうございます。じゃあ、まあ、ということで今回は一橋についての不満をお聞きしました。ありがとうございました。特にそのオフラインの授業だと先生によって60分の人もいればなんか120分とかそれ以上回してる人もいるので長いっていう、そうなんですよ。120とかあるんですよ。そうですね、なんかもう105分っていうの